どうもどうも、こんばんは。何飲まれてますか？今日は焼酎派ですか？それともワイン派ですか？こちらはワインが高いので、今日もチャンビールをいただいております。今日はですね、ワンガマットエリアにあります、コンドミニアムをですね、ご紹介したいと思います。こっちが A 棟かな。A 棟と B 棟に分かれてます。今回私は A 棟の方に滞在しております。でこの奥が、プールなのかな。ちょっと奥の方行ってみましょうか。プールに行きましょう。昨日はねすごい洪水が起きるほどの雨で、でしたけど、まあ、今日は穏やかにいい天気かな。今のところは この先はビーチなんだな。こんな感じですごいね、あれだね、緑が多いね。フィットネスジムはそこから下に、そこから下ですね。ちょっとじゃあプール行ってみましょうか。こんな感じで、まあのんびりする系ですね。まあこの時間はみんなのんびり泳いでる感じ。あ、もうみんなフィットネスもしてますね。ジムでトレーニングも皆さんしております。思い思いでくつろいでんな、こりゃ。今日でも海も綺麗ですね。すごい綺麗。昨日の洪水とは打って変わって穏やかな海になっております。波もないね。こんな感じです。海も綺麗ですね、すごく。まあまあ水もねそんなに冷たくはない。この時間はですね、まだ朝8時過ぎぐらいですかね。このあと1、2時間してくると結構ね、宿泊客の方がお見えになってましたね。うん、すごい綺麗な感じ。いいですね。そんな冷たくない。プールもそんな冷たくないんでちょっと入ってみましょうか。ちょっと冷たいかな。ちょっと
冷たいですね。でもすごいクリア。わお、冷たい。水はですね、まだちょっと朝早いのでちょっと冷たかったんですけど、まあ浅瀬からねちょっとチャプチャプしながら入っていきました。で、水はねご覧の通り非常にクリアなのでとても透き通って見えます。この後ね、家族連れの方だとかカップルの方だとかね、かなり混み合いましたけど、基本的にもうアジア人は私しかいなくて、ものすごくスペイン語がね、ラテン系の方が多い、まあ、スペイン人の方なのかな、お子様もね連れて歩いておりまして、で私が寝てたらね、いろんなおもちゃが私のところに飛んできて起こされましたけど、まあ、結構ね2時間ぐらい、フラフラと、寝ておりましたよ。こちらはねもうタイのリゾートという感じで、まあセントラルにいるとねなかなかこんだけのゆっくり感がないですけど、まあノースまで来ればね、非常にゆっくりできますから、ぜひね滞在長い方はノースの方で滞在されてみてはいかがかなと思います。なんとなくね滝みたいな感じですよね。音がすごくね気持ち心地よくて、まあ、癒し的な感じはあるんじゃないかなと思いますんで、まあ、滝壺効果がねあればいいんじゃないかなと思いますけど、まあ、皆さんね癒されに来ていただければと思います。まあ、今ねちょっとハワイとかはね高いので、ミクロネシアもまだ高いですから、まあ本当アジアのリゾートというところでは、まあ、ちょっとサメットだとかちゃんとこうちゃんだとかってなるとね、ちょっとやっぱ船乗って移動しなきゃいけないのと、まあ、あとちょっと不便なとこもありますからね、まあそのままね、陸路で来れますので、ノースパタヤぜひ泊まっていただければいいんじゃないかなと思います。非常にねたくさん今コンドミニアムが新しくできておりますから、まだね今も建設中のとこいっぱいありますんで、購入されてもいいんじゃないかなと思いますから、これから中国の方が来るとね、バブルが始まりますんで、その前に買われて転売されてもいいんじゃないかなと思います。僕の友人なんかはね、やっぱりコビット最中一番これ最安値でしたから、この辺りで狙って買って、でその後に売るという感じで、今度はねお部屋の方の紹介になります。今回もあえてね、使った翌日からの、映像になります。ちょっとこれだけ簡単にはかたしたんですけど、お水はしっかり出てますし、熱いお湯もね非常に出てますので、その辺りは心配ないと思います。シャワーもこちらもやっぱ頭から頭上から落ちるのと通常のシャワーとね2タイプありまして、お湯は比較的早く出ましたから、まあ、使い勝手いいんじゃないかなと思います。冷蔵庫は普通の冷蔵庫で、今回洗濯機はなかったので、まあすぐ近くにねクリーニング屋さんあるので、そちらでねお願いすればいいんじゃないかなと思います。あとはそうですね、テレビが中国の TCL でしたっけ、結構でかいタイプで YouTube とかなんとかっていうのは一応見れるタイプになっておりました。
でベッドはこのサイズで、まあ部屋はね、あの広いとはちょっと言いにくいですけど、言い難いですけどね、まあまあ景色はやっぱ僕この景色ねすごく好きなので、ゆっくりねお酒飲みながら、夕日を眺めて、暮らすのもいいんじゃないかなと思いますので、まああのねセントラルから、たまにはねこういったところでノースの方とかね、あとはまあジョムテンの方とかで、まあ、後半またねジョムテンもお知らせしますので、よかったらまたご覧いただければと思います。次回はですね、あまり教えたくないんですけど、隠れ家レストランアヒルの散歩道をお知らせしたいと思いますので、楽しみにねお待ちいただければと思います。それでは長い間ご視聴ありがとうございました。バイバイ、また見てね。ガガガ。